はい、皆さん、こんにちは。テリオのゲームのお部屋へようこそいらっしゃいませ。ということでですね、本日お伝えしていきたいのが、スイッチ版 PS4 版 FF ピクセルリマスターの変更点ということでですね、改めましてよろしくお願いいたします。ゲーム実況者のテリオンと申します。これまでですね、たくさん動画を投稿してまいりましたが、ちょっと病気でね、半年ほどプレイできませんでした。ただありがたいことにですね、チャンネル登録していただける方が増えておりまして、現在ですね、217名ほど登録していただいておりますとありがとうございます。2022年の間に1000名目指していたんですが、それは叶わなかったので、2023年にね、なんとか達成して、この動画はですね、もう2024年のね、10月の17日までかな、動画全部埋まってますので、今登録していただけると、18時に毎日ですね、見ることができるという状況になっておりますので、ぜひぜひですね、チャンネル登録して応援してください。夢を大きくですね、まあ、1000名、1万名、10万名、100万名というふうにですね、登録してくださる方が増えていける、言っていったら嬉しいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。Hello everyone, my name is Terion. I am a game live. I posted a lot of videos so far. I've been playing live for about 3 years but I'm sick and couldn't play for about half a year. I am aiming for 1000 subscribers by the end of the year. I would be grateful if you could support me for the recovery of the illness and for the continuation of the gameplay. Please support me by subscribing to my channel.ということで、FF ピクセルリマスターですね、現在4月19日でございますので、こちら発売するのは4月20日、明日になっております。まあ、多分今日のね、日本時間の12時からかな、24時からかな、まあ、プレイすることが可能になっていくんじゃないかなと思っているんですが、まあ、こちらですね、いろいろですね、変更点、調整が加えられているそうで、まあ、全部はお伝えできないんですけど、一部ですね、私が気になったなと思うところをですね、お伝えさせていただければいいかなと思っております。このファイナルファンタジーのですね、まあ、ピクセルリマスターというのはすでにですね、パソコンとですね、まあ、パソコン版とスマホ版は発売しております。だけど、今回はですね、これがですね、家庭用ゲーム機に降りてきたということでね、非常にですね、素晴らしい、まあ、移植になっていくんじゃないかなという期待を寄せております。ファイナルファンタジーシリーズからですね、ドットのグラフィックやサウンドを新たに作り直し、究極の 2D リマスター版として、シリーズ初期の作品を蘇らせるファイナルファンタジー1から6までのね、ピクセルリマスターシリーズ、が明日発売するということでですね、ここの中にですね、新たに加えられたのがね、ピクセルフォントへの切り替えとかですね、ゲームブースト機能、これがね、このゲームブースト機能というのはね、私としてはね、非常にですね、使ってみたい機能だなと思っております。まあ、やっぱりね、まあ一つのゲーム、プレイしたいのは山々なんだけど、やっぱ時間の都合とかあるからさ、50時間とかかけてられないなっていうのがあるけど、このブースト機能を使えばですね、1から6まではですね、すごく楽しくですね、ストーリー等々を振り返ることができるかもしれない。ということもですね、あるので、まあ、これをですね、プレイさせていただけたら嬉しいなというふうに思います。ただ私的にはですね、まあ、レトロゲームとしてですね、プレイさせていただいてたのが、もう1がね、触りだけで、2は、まあ、ちょこっと見たことがあるぐらいで、まあ、3もね、見たことがあるぐらいですね。で、4は、ちょっとレトロゲームでプレイしたかなと。で、5もちょっとレトロでやって、6もちょっとやったかなぐらいなんで、そんなにね、プレイ、の経験がないので、ほぼですね、プレイさせていただいたらですね、初見に近い部分も出てくるかもしれませんが、なのでその分ですね、この名作と言われているファイナルファンタジーをですね、プレイできたら嬉しいなというふうに思っております。まあ、それに関してね、ブースト機能があると、よりね、ファイナルファンタジーをですね、楽しみつつですね、時間との勝負にも勝てるかなという感じもしております。さあ、今回ですね、どういった変更点が加えられたかというと、細かい修正点とかね、すごいね、いっぱい加えられてるらしいんですよ。例えばですね、カインがですね、竜騎士カインがジャンプして降りてくる時の、そのモーションとかがね、ちょっとおかしかったから、それを変えたとか、まあ、ファイナルファンタジーの敵キャラを撃破した時の演出をね、少し変更したとか、そういうのもね、あったりとか、セーブの音をですね、まあ、ちょっとセーブ音を変えたとかですね、そういう細かいですね、なんていうのかな、変更点というのもですね、加えられてるみたいなんですが、まあ、私はそこまでね、多分その、元々のこと、ところはあんまり知らないので、変わったか変わってないっていうのはほぼわからないので、まあ、なんていうのかな、そういうのよりかは、ね、大きな変更点っていうのかな、そっちの方にですね、注意が向いてるかなと。いうふうに思っております。ということで、まず一つですね、BGM ですね。
スマホ PC 版ではですね、アレンジ版のみのね、BGM しかなかったと。おそらくこれね、結構ですね、批判されてた部分だったような気がするんですよ。ピクセルリマスターのですね、Steam のね、ところでですね、なんか、Steam 版もね、評価つけれるんですけど、Steam 版の評価とコメントのところにですね、BGM がどうのこうのみたいなの書いてあった記憶があるんで、まあ、ここはですね、制作側もですね、少し考えたんでしょうね。なので、BGM がですね、アレンジ版しかできなかった、スマホ版とですね、Steam 版、パソコン版と、比べるとですね、こちらはですね、オリジナル版の BGM をですね、選択することができるというですね、そういうですね、機能がついてるんですよね。だからどっちの音楽が好きかっていうのをですね、自分で選んでいただいてですね、プレイできるので、すごくですね、これはね、いいんじゃないかなと思います。うん。でですね、フォントですね、フォントもですね、フォントというのはですね、まあその、文字のですね、スタイルみたいなもんなんですが、これもですね、なんか選べるようになったみたいなですので、まあ、オリジナル版の雰囲気がね、味わえるようなフォントがですね、使えるということで非常にね、いいんじゃないかなと思います。で、あとね、このブースト機能というのがありましてですね、まあ、FF7 などね、などの、まあ、3D 時代のね、移植シリーズタイトルはね、ゲームスピードを上げたいとかね、まあ、快適に遊べるようになったりしているそうなんですが、まあ、これ 3D 時代のね、移植リマスターについてね、こういった要素を加えたのはね、移動のテンポなどをね、上げるためにそういったのがね、加えられてたそうですが、1からですね、6まではね、もともと結構テンポ速いので、まあ、倍速を加えるよりかはですね、経験値を何倍にするとか、得られる技量を何倍にする、などの要素をね、中心に加えたりとかですね、エンカウントのオンオフもできるようになっているそうです。ここら辺がね、非常に嬉しいですね。本当にエンカウントのね、煩わしさっていうのは結構 RPG の中にもね、あったりするね、ところがあって、特にダンジョンとかでね、異常なエンカウント率を誇るよね、ダンジョンとかあったりするんで、一歩歩いたら敵が出るとかね、そんなの苦しいし、まあ、ギルとかもね、倍になったりとか、経験値倍になったりしたらね、結構攻略ね、やろうかなっていうですね、気持ちになるんですよね、正直ね。今からゼロからですね、プレイしようかなと思うとしんどいなと思うけど、まあ、経験値ギル何倍にもなるんだったらちょっとやってみようかなっていうね、このね、気持ちのユーザーの心をね、がっちり掴んでるなと思いますね。だからね、そういう、まあ、レトロゲームを純粋にプレイしたいなっていう人と、あと、昔プレイしてたけど、今ちょっと時間ないやっていうね、ユーザーの方の心をね、バッチリ掴んだね、変更点だなと思うんですよ。なんていうのかな、そのまま出しても、なんかその時に遊んでた人って、もう多分年を取ってるから、そんなゲームとかね、あんまりプレイする時間とか多分ない人が多いと思うので、こういうね、変更した時にですね、経験値何倍とかギル何倍になるとかいうね、要素を加えるというのは非常にね、いいことなんじゃないかなと思いますね。こういうのもね、テイルズもね、やってますね、同じようなことをね。だからテイルズはですね、DLC でですね、販売するというですね、そういう手段やってますけど、まあ、スクエニさんはね、設定で、コンフィグでね、選べることができるそうです。で、あとね、タイトルによってね、全部変わってるところもあるらしくて、FF2 だったらですね、レベルがないので熟練度がね、上がりやすくなったりというね、ブーストがあったり、5だったらアビリティポイントを倍にするというブーストもね、つけてるそうでなんですよね。で、FF2 のね、自動 HP アップシステムというのがあるらしくてですね、移植版のね、これまでの FF2 はバトルを一定回数行うと自動で HP がアップするシステムがあるそうなんです。で、FF2 をやり込んでる人はですね、使用がね、邪魔に感じるという人もいるらしいんですよね。HP が上がりやすくすることでね、FF2 のですね、難度を下げるというね、意図でね、入れられたシステムだと思うらしいんですが、2のね、一部の敵は最大 HP の割合でですね、ダメージを与えてくることがあるらしくて、自動 HP アップのせいでですね、逆に難度が上がってしまうね、シーンが生まれると。で、このシステムね、オフできるようにね、できるらしいんですよね。さらにですね、縛りプレイができるらしくてですね、経験値ゴールドがですね、0.5 倍ですね。こういうね、遊び方もできるらしいんですよ。だからマイナス側のブーストもね、できるっていうね、だから難易度をですね、上げるというですね、こともできるらしいんですよね。だから経験値0倍ってことはですね、よくなんかその RTA とかでさ、なんか、レベル1クリアとかさ、やってる人いると思うんですけど、まあそういうののですね、さらに、
縛りをかけたですね、面白い企画がね、生まれてくるんじゃないかなというふうに思いますよね。私はこのね、ブースト機能とですね、エンカウントオフ機能とかね、ギルとかそういったのをね、上げるっていうこの機能がですね、ついてるだけでね、素晴らしいと思います。あとはですね、共通で、ね、入ってるのはね、ダッシュのオンオフですね。ダッシュはね、ボタンを押しながらダッシュするらしいんですけど、まあそれはね、もうデフォルトでね、ダッシュにできるっていう機能が入ってるらしいんで、まあ、これさえオンにしとけばね、常に速い状態ということです。あとね、バトル中にタイトル画面に戻れるらしいんで、これはですね、なんかね、レアアイテムとかですね、通常アイテムをね、敵から盗むときにですね、これを失敗してしまうとですね、まあ、ロードしてね、やり直す必要があるらしいんですけど、それをするためにね、いちいちゲームをね、終了させたりするのは煩わしいので、もう、一気にですね、戦闘中でも、タイトル画面に戻れるようにしてあるらしいです。あとね、なんかモンスター図鑑をですね、使ったですね、バトルができるらしいんですが、スマホ版ではですね、モンスター図鑑を使って AR バトルというですね、AR 機能を使いながらバトルをする要素があったらしいですが、まあ家庭用ゲーム機ではね、それは使えないので、AR は使えないんでね。ただバトルはできるようにということでね、セーブデータを読み込んでですね、任意と敵と戦える、なんだろう、バトルシミュレーターの要素が加わっているそうです。あとね、ちょっとこれ面白かったのが、魔法のね、干渉値というのがね、FF2 にあるらしくて、重い防具を装備しているとね、魔法の効果が下がるというね、隠しパラメーターが実はあったらしいんですよ。で、その効果がね、本当に凄まじいらしいんですが、ゲーム内にはね、説明が一切なく、人によっては全く気づかない要素らしいんですよ。ただね、これゲーム発売してもう30年経ってるし、これをですね、表示してもいいだろうということでですね、これがね、表示されるようになったということでございます。あとはね、それぞれのですね、なんだろう、ゲームでですね、変更点がですね、いろいろ加えられているみたいなんですが、私自身もね、そこまでね、新規ユーザーに近いぐらいなので、まあ、変更点っていうのはね、出てるんですけど、まあ、ちょっとわかんないかなっていう部分もあるので、まあ、この辺はね、プレイしていって、まあ、見ていくという感じになっていくんじゃないでしょうか。ということでね、今回ですね、私がね、まあ、注目しているのがこのブースト機能ですね。これがね、非常にですね、このゲームを遊びやすくしてくれるんじゃないかということで期待しておりますので、まあ、ファイナルファンタジーですね、プレイしていきたいなと思っております。1個は多分やると思う、作品ね。今のところね、前回のファイナルファンタジーの動画でもお伝えしたんですが、まあ、5、6もね、前回ですね、ちょっと微妙かもと思ってたけど、6もね、やっぱりですね、まあ、SFC のですね、スーパーファミコンミニでちょっとやった時に気になってた部分もあるから、まあ、4、5、6、3、2、1みたいな感じかな。まあ、全部やりたいんだけどね、順番つけないとね、全部同時並行にはできないから、まあ、5はね、5はなんかすごいね、面白そうでしたよね。ジョブとかもいっぱいあるしね。ストーリーもしっかりしてそうだしね。2がちょっと気になるんだよね。なんかロマサガみたいな感じで、戦闘が終わったらね、力とかが上がったりするシステムらしいんで、2もちょっと気になってるんですね、実はね。1はね、クリアできなかったからね、1ね、しっかり やりたいなっていうね、気持ちもあって、エンカウント異常すぎてね、クリアできなかったんで、っていうのもあるし、まあ、クリアできなかったというか、プレイステーション3でやってたんで、プレイステーション3が今ちょっとね、すぐ切り替えできない状況なので、まあ、1もね、かなり気になってるんで、まあ、結局全部ね、やってみたいかなと思ってるタイトルではございます。ということで、FF ピクセルリマスターですね、まあ、変更点のですね、まあ、公表されている分の一部をね、紹介させていただきました。あとはね、それぞれ細かいね、2とか3とか、まあ、4、5、6とかね、それぞれ細かい設定がね、変更点があるので、それはね、今発表されているものをですね、皆さん各自、見ていただければいいかなと思います。私が気になったのはこのブースト機能と BGM ですね、あとはまあフォントとかですかね、その辺が気になったということでお伝えさせていただきました。ということでチャンネル登録、高評価、コメントとよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。